ジロー？それじゃあ泳ごうぜ。待望の治療プログラムスタートよ。なの書いてね。スイカ割りとジローはどっちが好きかな。スイカ割りと。ごめんなさい。あっちゃ、こりゃ一回洗わないとな。はじめまして、トレーナーの町尾なるぞうと申します。今日はよろしくお願いします。入会します。里見は爽やかイケメンがドストライクだった。うちのおかんも年を取って怪我の回復が遅くなったっていつもぼやいてますよ。さくらさん、もしかして筋肉痛の時は運動しない方がいいんですか？いえいえ、そんなことはありませんよ。要はやり方なんです。今日は2キロのダンベルでやってみましょう。2キロ？ウェイトトレーニングで一番重要なのはいかに正確なフォームで効率よく鍛えるかという点なんですよ。ほら、2人も余裕を持って扱える重量でやっているでしょ。確かに。それじゃ実際にやってみましょう。慣れるまでは左右交互にやるといいですよ。軽い重量でも回数を重ねるときついですね。このくらいの重量ならダンベルを買わなくても2人とも終わったのかい？もちろん、バッチリ3セット終わらせました。あら、あの立花先生、トレーニング中にすみません。お腹が見えてますよ。変わった日焼けをしてますね。やべえ！いろんな水着を試してみようと思って。なになに？立花先生がどんなハードコアな趣味を持っていようが自由でいいじゃないか。え、かばってくれるのは嬉しいんだけど、何かすごい誤解をされてる気がする。ハードコアな趣味のことは誰にも言いませんから。だからそれ誤解だって。ああ腹減った。あ、焦った。なんとかバレなかった。教師の趣味がコスプレなんて。立花さとみ29歳。もう一つの顔はユリア・リコのコスプレネームで活躍する有名コスプレイヤー。いや、なんでもない。そうですよ。させてもらいますな。判断？登録完了、合格ですの。あそこで野獣化するような方なら資格なしとしましたの。フローラとお呼びくださいですの。大きい！なんて存在感なの。勝てない。揉んであげたら？そんなことできるわけないだろ。私はさっきマスターに揉んでいただいたのですの。果たして俺はこの手で世界を救えるのだろうか。野良犬に肉を食われた。ユナにボコボコにされて意識が朦朧としてきた。骨になった。これからずっとこの姿のままなのか。どうかのやつはどこ行ったんだろう。ユナ殿、なぜ十日殿を埋めておるのだ。覗いてたから。気づいてたのかよ。しかしこんな状態で旅をするなんて。骨になったところで問題ない。どんな姿であろうと私はずっと十日殿の味方だぞ。だからそういう問題じゃ。お金は地道に稼げばいいじゃない。私は毎日山菜でも構わんぞ。人ごとだと思いやがって。勇者様、よくぞ参られた勇者シオンよ。まずは聖剣を顔の形にして、これに顔を描く。うまくいったみてえだね。にしても屈強そうな王様だぜ。旅の資金が底をつきまして、少しばかり工面を。それで本当は何用なのだ。本当もクソも俺は金にしか用はねえんだよ。ようやくマルグリットとの結婚を受け入れる気になったか。マルグリット結婚？こちらが姫様のお部屋です。マルグリットってこの国の王女か。おーいゴリラオン、マルグリット、勇者が来たぞ。勇者様、お久しぶりです。勇者様。悪魔に骨にされちまって、そいつを隠すためにマスクを。ごめんなさい、勇者様がそんな大変な目に遭われていたとは知らなくて。ちょろい。姫と結婚は美味しい話だが、まあ悲しむ美女がいるからね。あなたを深く知れば私は恋心を抱いてしまう。これ以上は深入りしないままの方が。結婚はできなくともデートならできる。その少しでもあなたのことを知りたくて、この
あたりに確かあった。私がお顔を描いて差し上げます。お祭りに備えて大規模な悪魔狩りが行われるんですよ。落とし物ですよ、ネクロマンサーのお嬢さん。